こんにちは、カーピです。今回は S ランク最悪種レフト12選手の強さランキング発表していきたいと思います。前回から内容を大幅アップデートしました。こんな感じで評価ポイントを記載してより分かりやすくしてみました。これまでは順位だけだったんですが、基本能力と称号込みの能力と守備能力と特殊能力、それぞれ5段階1から5で評価しています。そして一言コメントとしてその選手のポイントを書いております。前回から始めた新しい試みですが、野手版は今回初になります。ぜひコメント欄にご意見をいただければ嬉しいです。そしてランキングはいつも通り12球団オーダー、リーグオーダー目線で評価しています。12球団オーダーに求められる要素をより多く持っていると思う選手を上位にしております。リアルタイム対戦の強さはまた違った見方が必要になると思いますので、ここでは考慮に入れません。また最終的には皆さん各自のオーダー状況によって誰を取ったらオーダー強化できるかは変わってきます。そしてこの評価は実際の選手とは関係ありません。あくまでゲーム内の能力を評価しています。いろいろ言いましたけれども、何が言いたいかというとコメント欄で怒らないでねっていうことです。それでは発表していきましょう。それでは今回も第12位からいきましょう。第12位はライオンズ栗山選手です。完全パワー型、パワー型なのはプラスポイントです。ただ全体的な能力値ではリーグオーダーには物足りないかなという印象です。守備力は前のシリーズでは外野全部 C あったのが、センターライトが D まで下がってますね。特殊能力は今シリーズから代打持ちになっています。選球眼20丸はコンボにはフィナブルになるかなと思います。次、第11位です。第11位、カープ西川龍馬選手にしました。西川選手は今回のラインナップで唯一の総力型ですね。とはいってもミートと総力が1差なので、称号ですぐミート型にできるでしょう。このランキングは12球団のリーグオーダー目線ですが、カープ純正的にはめちゃめちゃ嬉しい変更点ですね。守備適性にも大きな変更がありました。レフトの適性にいきなり C がつきました。背番号に合わせた説もありますが、どうでしょうかね。逆にサードやショートの適性は下がってますね。特殊能力は大きな変更はありませんでした。次、第10位です。第10位、ロッテ角中選手を選びました。角中選手は今シリーズで大きく能力を下げた選手の一人ですね。ミートを A に乗せられなくなってしまいました。ここは痛いポイントですね。守備に目を向けるとレフトセンターの適性が下がってます。そして特殊能力はアベレージヒッターと片身打ちが入れ替わってしまいました。ここもコンボ的には痛いでしょう。次、第9位です。第9位は阪神福留選手を選びました。前のシリーズではミートパワー同値だった福留選手ですが、今シリーズも同値にしやすい能力を維持していますね。比較的優しくミートパワー同値にできるでしょう。守備はレフトの適性が B まで下がっているのと、肩が B から C に下がってますね。ここはちょっと残念なところです。特殊能力は据え置かれました。超選球眼20丸はコンボにはフリナブルでしょう。次、第8位です。第8位は楽天島内選手を選びました。島内選手は非常にバランスのいい能力になってますね。ミートパワーの同値も可能です。今季から守備適性が B に上がりました。レフトで適性 B は貴重ですね。走力もありますので守備には期待できるでしょう。特殊能力は今季からチャンス20丸がつきました。極みコンボに絡みやすくなったと言えるでしょう。次、第7位です。第7位は中日アルモンテ選手を選びました。アルモンテ選手は2018シリーズから能力が下がった選手の一人ですね。前のシリーズはミートパワー A 同値も可能という強選手の一角だったんですが、今シリーズでは不可能になりました。ミパ同値はミスターフルスイングで可能ではありますが、長難度なんで無理に狙わない方がいいと思います。ミート A は比較的簡単ですね。守備は大きな変化はありません。センターの適性がなくなりましたが、そもそもセンターで使っている人がいないでしょう。特殊能力は流し打ちが走塁に、ローボールヒッターが対左投手に、それぞれ変更になりました。僕の印象では流し打ちの方が良かったなと思ってしまうところです。次、第6位です。第6位は巨人ゲレーロ選手にしました。ここから先は
能力英語の選手が増えてきます。もともと英語の能力を持っている選手はプラス評価をしております。ゲレーロ選手は前のシリーズからは能力下がりましたが、パワー A はギリギリ維持しました。パワー型コンボ、パワー A コンボ両方に貢献できる点はリーグオーダーに大事なポイントですね。守備はサードの適性がなくなりました。実際守ってないんでこれは順当でしょう。特殊能力は変更なしですね。超得のは安心の超パワーヒッター。極みコンボは出しやすいですが、多すぎて被るのがたまに傷でしょう。次、第5位です。第5位はヤクルトバレンティン選手にしました。バレンティン選手は打撃能力は強気で走力が下がりましたね。30も半ばになってきたんで仕方ないでしょう。守備力はレフトの守備適性が49から45に、ライトの適性が48から40に下がりました。捕球にも不安がありますし、 DH に置くようにしましょう。地味に積極走塁もなくなっていますね。特殊能力は広角打法がなくなっていますね。ここはリーグオーダー的には大きな違いではないかもしれませんが、イベントでの自走差には大きく関わってくるでしょう。次、第4位です。第4位はファイターズ近藤選手をチョイスしました。近藤選手といえばなんといってもこのミート力でしょう。元気選手とはトップクラスですね。ミート型コンボ、ミート A コンボに貢献してくれます。守備力はレフトの適性がアップして、ライトの適性がダウンしています。キャッチャーの適性が保たれたのは嬉しいですね。リーグオーダーならキャッチャー近藤選手も全然あり得るでしょう。特殊能力は現役では貴重な超アベレージヒッターを持っています。コンボ的にも自走差的にも素晴らしい特能だと思います。そして今季から広角打法持ちになりました。これは強化ポイントと言えるでしょう。続いて第3位です。第3位はホークスグラシアル選手を選びました。今シリーズから能力大幅アップですね。そして今の活躍だったら今後さらなるアップも間違いないでしょう。素でミートパワーの同値なのがいいですね。ミパ同値はオーダーの中に3人欲しいところです。グラシアル選手は同値でありながら能力値も高いですし、十分 B オーダーに入る選手でしょう。守備面でも素晴らしいですね。これだけ適性があると選手の理解も自由度が上がると思います。ただ補給がちょっと低いんで試合終盤での守備はちょっと心配ですね。特能は超チャンスメーカー持ち、これはちょっと意外ですね。コンボ面では不利かなと思います。いよいよトップ2、第2位の発表です。第2位は DeNA 筒香選手にしました。はい、筒香選手といえばリーグオーダーの鉄板選手ですね。ミートパワー A 同値にしてオーダーの中心に据えていた方も多いと思いますが、今シリーズはミートパワー同値にできなくなりました。ここはとても残念なところですね。ただ強戦したのは変わりありません。守備力はレフトの適性が C から D に下がりましたが、63から59なんで実感できるような差ではないでしょう。特殊能力は筒香選手の代名詞、超アーティスト持ちですね。結局極みアーティストの共演を出そうと思ったら筒香選手は欠かせないでしょう。そして今季から筒香選手も広角打法持ちになりました。今回広角打法関連の変更が多いですね。そしていよいよ今回の第1位の発表です。第1位はオリックス吉田正尚選手です。吉田選手は称号でミートパワー A 同値が可能ですね。リーグオーダーで最強クラスを狙うならミパ同値の吉田選手は欠かせないと言えるでしょう。オリックス枠としてこれ以上の選手はいないと思います。守備適性はレフトが2だけ上がって肩が4下がってますね。これは誤差の範囲でしょう。特殊能力はこちらも超アーティスト持ち、筒香選手とともに極みアーティストの共演には欠かせない選手ですね。そして対エースの得能も注目ですね。エース級の投手に強い、球威制球中段、これが文字通りならめっちゃ強いですよね。発動条件を詳しく知っている方いたらぜひ教えてください。はい、今回は S ランク最悪手レフトの強さランキングを発表しました。いかがだったでしょうか。新しくなった強さランキング、ご意見がありましたらコメント欄に書いていってください。僕の意見が絶対ではないと思っております。異論は受け付けます。その際はぜひとも怒らずに穏やかにコメント書いていってくださいね。
今回の動画楽しんでいただけましたら、ライクボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。とても喜びますんで、ぜひぜひお願いします。動画にできない部分は Twitter で発信しています。そちらもフォローお願いします。過去の動画は概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。